いい街だね、なんかのどかで。ここは新野町、新野町よ。猫にニワトリさん、こんにちは。普通に動物に挨拶をする習慣なんなの？これ何？何？ああ、人がいるのか。人に話しかけても何も反応がないときは話しかける角度を変えてみるといいわよ。斜めからだと反応しにくいかも。なるほどね。めたいこと言ってんね、だいぶ。お、どうもどうも。やっぱこういうとこもちゃんと調べていかないとね。たまにはこうして旅をしてみるのもいいもんだな。なんか、ああ、部屋に泊まりたい。いやいや、違うんですよ。なんか、こう、装備をね、装備をなんとかしたいな。なんもないかな。なんもない。真上から見るのが一番いいな、こういうとこ。ここにもなんか宝が隠されてるんじゃないですか？ないのか。ないですか？なんか看板あった、今。この先幽霊屋敷、むやみに近づかないように。近づかないようにも何もいけないんだけどな。むやみに近づかないようにとか言うぐらいとはいけるようにしといてよ。街外れの黒びた妖怪にはお化けが出るらしいぜ。おっかないよな。そのとこになんかお宝あるんでしょ？アイテムショップだって。アイテムは今んとこ行くかな。アクセサリーを見たい。ちょっと上から見よう。なんもないか？壺とかね。なんもないね。ここに誰かおるな。2個まで身につけられる状態異常を防いだり、属性ダメージを軽減できる。可愛いから私は好き。まあ、2つつけられるから、つけられる分だけゲットしておきたい。こんにちは。欲しいもの。おー、いっぱいあるな。ところで今何をつけてるんだっけ？ちょっと待ってよ。あ、気づきにくいかもしれないけど、商品リストの下に丸々みたいに丸が並んでるときは2ページ目もあるから気をつけて。ちょっと待ってね。今ね、こっちなんかつけてんの。雷属性をダメージ軽減する。そうだね。この先一体何が待ってるかがわかんないからな。目覚めってなんだ。ああ、眠気ね。よし、これでアクセサリーは OK。 あとは武器とかだな。ここだ。ちょっと待って。おう、あるもんですね。なんかあるか？はい。いや、爆弾とか手に入ったんだけど、これ猫に持たせるものじゃないと思うけど。お化けがやってきても大丈夫なように武器でも買っておくか。お化けに武器って使えるんですか？あ、見ようか。弱体強化スキル。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。あー、ワープされるんだ。なるほど。読もうか。炎、雷、水の種類があるんだ。なるほど。まあ、奥が深いですね。ああ、お金が。お手軽な靴は今持ってんのかな？今流行りの靴。これ2個手に入れておきたいな。ちょっとお金稼いできます。物を売るときは方向キーで個数を設定するの忘れないように。物を売るときか。装備品とかはね、もう使っていらないやつを売れるかもね。そういえば。ここはなんだ？広いなぁ。あ、町長さんにはちょっと挨拶していくべきかな。ここになんか、ほーら、ありましたよ。だいたい町長が守ってるよ。
あ、パワーストア持っといて損はないでしょ。まあ、いっぱいいるな。もはや我々にはなすすべがない優勢町の人々。何何どうした、何があった、この会議は重要な会議。ん、何をしてるの君たち。我々には一刻の猶予も残されていない。早く何か手を打たなければ。何何何、いいですか、データはすぐつかないんですよ。近年の統計データによるとですね。何のテーマですか、話聞いてみようか。何の議題だろう。ああ、すごい可愛い。癒される。動物だから盗み聞きしても何にも違和感ない。町長、まずいですよ。町外れの古い奥にお化けが出るという噂が広まり、住民の不安を増すばかり。君、浮いてない?なんか大丈夫?役所の方にも夜中怖くてトイレに行けないという相談が殺到し、この件数は例年の8倍、このままでは来年には12倍にもなる見込みです。そこ別に良くない?町外れでしょ ?12 倍か。ではどうすればいいというのだ。我々お化けの専門家ではない。あの隙間まで洋館に行くのは怖いから論外だ。論外ってお前の意見が論外だ。行けよ、お前ら。そのための役職だろ?やはり町の人々は、もうお金とか出して統括の人たちとか雇えないの?トイレを我慢してもらおうかないの?いや、あるでしょ、家の中に。トイレを我慢することがどれだけ体に悪いか君は分かっていないのか、膀胱炎になってからで遅いんだぞ。では夜寝るときはおむつを着用することを町の条例として定めるのはどうじゃろう。てか夜中トイレに行くこと前提なの。夜中トイレに行きたくなっても無理に我慢せずともよいよ、布団をよこす心配もない。確かに近年のおむつテクノロジーの進歩には、おむつテクノロジーって何よ。目を見張るものがあります。おねしょ対策としても一定の効果を期待できるでしょう。ですが、漏らすものがもしも小ではなく大だったとしたら、大だろうが何だろうが、おむつには効果があるんじゃないですか?まあ、気分はあんまり良くないかもしれんけど、我々にはもう打つ手がないのか。どうやらこの街はお化け問題に悩まされているようです。解決してあげれば何かいいことがあるかもしれません。やった、いけるようになったって。おう、やったーなのか。ここに誰かいんな。あ、なんかある。たる、なんもない。あら、猫ちゃん、それに、ニワトリさんも。今、向こうで大事な話をしてるから、お行儀よくしててね。ああ、ありがとう。優しい世界。優しい世界だわ。なんかもらえるかな?あ、これ休めない。ただで寝るわけにいかないですか。空っぽからなんか入れとけよ。あ、図鑑に関してはもう手に入れたからな。こんにちは。あら、迷い猫かしら。うちの部屋を物色しても何もないわよ。本当に?びっくりするぐらい何もなかった。何のための家よ。少年、私見ちゃったの、女性か。洋館の窓に映った青白い人玉みたいな影。あれ絶対幽霊よ。ゴースト、幽霊、お化けマンに違いないわ。全部同じじゃん。お肉ー。あ、広いな、マジで。ここにも入れんだ。あー、登ってみよっか。こういうの、ウキウキすんね。なにこれ。すご。おー。ちょっとカメラ。あー。何?おー、なんだ、ラッキー。ちょっと待って。これ、どうすればいいんだ?あ、装備もある程度整えたし。一人称に固定されます?なんで?マジかよ。まあ。やだなぁ。一人称して酔うんだよね。怖いとかじゃなくて普通に酔うよ。ちょっと、操作もおぼつかないからさ、ちょっとごめんね、なんか。わ、下向きたい。おぉ。オッケー。あんまり、ちょっと下向きたい。待って。前を向きたい。せめて前を向かせてくれ。ああ、なるほどね。ちょっとつかめてきたかもしれん。ああ、なるほどね。マウスの、なんか調べられる。マウスの方がいいかもな。やりやすいかも。ちょっと待ってね。キーボードがね、ずっと、なんか、みたいな感じになってる。あれ?よし。いいんじゃない?今んとこ順調よ、今んとこ。
まっすぐ。ああ、入る入る入る。大変、もう操作が。もう何よりも操作がおぼつかないのがきついわ。何この。あ、こっから謎解き的なことかな、もしかして。本棚はたくさんの本が隙間なく並べられているが、なぜかどの本にもタイトルが書かれていない。それに一箇所だけちょうど一冊分の本がすっぽりと入りそうなスペースが空いている。なるほど。なるほど。そこになんか入れるんですね、本をね。手に入れた本を。なんだなんだ。これはなんだ。壁に絵画が飾られている。特に変わった手は見当たらない。うん。なんだなんだ。樽とか。ん？なんだ。今なんかパキってなんかった。ちょっと進みたいんですね。なんかあるかな。なんもないね。調べられる。ああ、なんもないね。てか敵とかいるんかなと思ったけど、敵いないんだね。お、応接場の鍵だって。ああ、ちゃんとそういうとこも探さないといけないのか。なんかあるね。あ、椅子か。なんだ。窓の外を眺めるためだけの席？あ、甲冑がある。今動いた？あれ？動かんかった今。絵があるね。これはなんか意味あるのかな？あー。近くてわからんし。あ、なんか絵がいっぱい。なんかこんな絵見たことあるの。うん、見たことあるかも。あ、甲冑がいっぱいあるな。応接間開ける。よっしゃ。なんか変わったこととかあるかな。本があるね。なんかさ、持って行ったりしないの。マジ？なんもない。なんもないこととかある？この、これとかは？誰かいいんじゃない？誰か住んでない？役立ちそうなものは見当たらない。こっちは？鍵？よく見るとタンスに何か書いてある。空の上にあるものは？空の上にあるもの？浮かんぶり。歌。待って、空。さしすせそ。ら。しすせ。せ。ほむ、歌。ほら、あかさだな、はまやら。やんない限りは先進まないもんね。空の上にあるもの。トム。空。せ。いた。開いたんだ。え？なんで？中に何か入ってる。いや。え？なんで？わからん。なんで？あ、ここだ。開けまーす。あー、なんかめっちゃ謎解きだ。さっきのはなんか勘でやっちゃったからな。よくないね。そういうとこヒントあんだ。なるほどね。調べ損ねてたのか。いろいろ。なんか情がついてたとこってね。これだ。1412。言ってみる。1412。OK。開いたー。扉が開いたー。のせいか。
変わった様子はない。本当に？あとか開いたんかな、もしかして。あそこの窓とか。未だにね、空の上にあるものの謎の部分がね、勘で解いちゃってさ、頭の中にずっと引っかかってんの。あ、何？作る、負け、取る、竹、起きる、わけ。どういうこと？あ、これ。謎解いたら、あ？憎む。ちょっと待ってね、なんか考えてみるわ。まあなんとなく分かったかもしれない。作るは英語でメイクか、メイクだから、日本語にやってかローマ字で見たら負けって読むからっていうことなんかな。っていうことなんかな。っていうことはよ、っていうことは、憎むって何？英語で。憎む。果て、果て？っていいのかな？果て、果て。あれ？あー。どう？開いた、やったー、やったぜ。進み方が今更わからんで、ちょっと待ってね。お、2があるぞ。空っぽかい。なんかあれよ、なんかあってくれ、積むんだ。あ、なんだ、やった。開けよう。よし。なんだ、なんかあるか？なんもないね。ベッドはね、必ず部屋に1個置いてある気がするんだけど、よせば。食器だな、ここなんかあるか。紙切れだ。なんだ？なにこれ？ OT。TFSE O って何？ TF？ なんだこれ。 SSE もうお豆腐にしか見えないな。